宮崎の秀ちゃんのマサです。今日は出張ということで長崎にある五島市に現地調査に行きたいと思います。宮崎の秀ちゃんに入って初めての一人で撮影ということでバリ緊張してるんですけど、気合い入れて頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。今回出張した五島市は長崎県の西部に位置しています。出張の目的は農業者に離島ならではの取り組みなどについて農政局幹部の次長若手職員3名と一緒にお話を伺ってきました。長崎県に着きました。自分の地元長崎ということでちょっと親近感が湧くんですけど今からですね、長崎県の農林水産省の事務所があるんですけど、その人たちと打ち合わせに行きたいと思います。それでは拠点の方へ行きたいと思います。はい、いただきます。ってことで、お腹が空いた県ですね、長崎市でお昼ご飯を食べたんですけど、今から五島市に行くのに長崎市で五島うどんを食べました。この細さと細さに負けない強いコシ、そして喉越しの良さがあってとても美味しかったです。はい、すぐ完食しちゃいました。ごちそうさまでした。そうなんですね。でも島多いですよね、長崎ってね。島だらけ、うん、だから漁業の産出額ってすごい高いんですよね。高いですね。高いですよね。一番です。このところは魅力的だよな、この長崎ってな。まあ、松浦ってあれしてる、アジフライの聖地とか、はい、ここ食ったらないんだよね。あ、うまいっす。ものすごくうまいっすね。今日はそういうの食べれるんですよね。松浦やっぱうまいっす。あ、そうなんだ。うわ、もうご飯うまいよね。2合ぐらい食えます、ね。ああ、そうなんだ。はい、ああ、なるほど。はい、ってことで、長崎拠点について、はい、ちょっと合流しました。うん、はいはい。はい。ありがとうございます。明日朝早いんで、今日は全泊ということで、はい、次長、よろしくお願いします。はい、で、こうやってこう、飛んで、いい流星やろうか。はい、せーの。はい。よし。ああ、今飛びつきましたね。え、違うんじゃないか。だってあれ見て、あれ、あ、そこほら、長崎じゃ長崎港ですね。はい、初めて五島に行くんですけど、船で行きました。皆さん、船、飛行機、どちらで行かれますか？はい、こちら同期になります。はい、笑顔になりましたね。はい、福江港に着いたみたいです。なんか一丁前に耳かき上げてなんか喋ってますね。後で聞いてみたらなんて喋ってるか分かんなかったです。はい、今五島に着きました。なんか天気いいかなと思ったら今日ものすごく、ね、うん、ちょっと曇天ではあるけども、まあ、こういった天候にもいろいろと左右されるっていうのも農業のはずなんで、まあ、現場でまた見る目線って、はい、晴れの日とまた違う感覚っていうのはね、味わえるんじゃないかなと、はい、今から行くのってあれでしょ、IT 企業さんが、はい、農業のビジネスに着手したっていう話のとこじゃない、はい、ね、なぜこのビジネスに入ったかっていうところにさ、うん、ヒントをさ、あの、聞かせてもらえるんじゃないかなと思うよ、はい、そこにはさ、絶対ビジネスベースでなんか多分ペイできるだろうっていうところが多分あるんだろうなと。だ、その辺はなんかこうね、あの、あなた方の若い人と一緒に聞けたらいいなというふうには思いますよ。はい、今一つ目の現場に来ました。で、ちょっと雨が降ってきたんでものすごく寒いです。この温泉のパイプ触った、うん、これ温泉熱を入れる。なんか暖かいの？暖かい。うわ、暖かすげえ。たら、入ってきます。いや、二つ目の現場に着きました。っていうかもう話を伺ってきたんですけど、さつまいもの
まあ、農業者っていうことで勉強になることばっか学ばせていただいてですね、もうなんていうんですか、言葉が出ないです。さつまいもが、甘蔗が食べたくなりましたね。だからちょっと今から買いに行ってきます。うん、北現場、現地調査ということで学ぶことが多くて、うんうん、とても勉強になりました、うん、次長、お疲れ様でした。いや、こちらこそお疲れ様でした。あなたはじめね、はい、4人の方一緒に同行してもらって、はい、僕も非常に良かったなと思ってます。はい、まあ、今回離島だよね、はい、島に来たということなんで、島ならではの、まあ、ハンディキャップというかね、はい、そういうのっていうのもお話の中で聞けたと思うし、はい、でもそれを前提としてどういうふうに工夫で越えていくかっていうのも話が聞けたんだろうなというふうに思いますよね、はいはい、そういう聞けたことを、うん、まあ僕もそうなんですけども、皆さんがどういうふうに自分なりにその感じて思って、はい、でこう整理していくかっていうのがね、はい、大切だと思うんで、はい、なんかこういう一つのきっかけにしてもらえばいいなというふうに思いますよ、はい、うんうん、出張生かして今後の仕事頑張っていきたいと思います、うん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 、はいはいはい、ぜひそうしてください。はい、ありがとうございます。はい、で、ちなみに次長、今からどうやって帰れるんですか？これは当然あれでしょう、はい、泳ぐ。あー、初めての撮影緊張したわ、マジで。お疲れ様。でも楽しかったよね。うん、楽しかった。あたふたしながらマジで撮影したわ。まあ、公務員とかなんかデスクワークのイメージあったけど、こういう風になんか五島にも行ける出張があって、本当になんかフィールドワークもあって勉強になることばっかりだったな。ね、そうだね。なんか自分の業務以外でもこうやって出張に同行して勉強させてもらう機会があるっていうのはすごいありがたいね。ね、それなマジで、うん、いや、もっと他のいろんなところに行って勉強させてもらいたいな。うん、そこで感じるもの全然違うしね。うん、今熊本空港に帰って、あ、熊本空港じゃない今熊本に帰ってきました。今回の出張は初めての撮影ということでとても緊張したんですけど、次長と、まあ、同期あと3人手伝ってくれたおかげでいい撮影ができたと思います。今後と宮崎のひでちゃんことマサオよろしくお願いします。じゃあ